佐藤あやみです。今回はですね、てりちゃん風メイクをしてみようと思いまーす。私めちゃくちゃてりちゃんのファンで、もうめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。もう大好きで、ほんと髪の毛とか真似てるんですけども、まあ、メイクまでは真似たことなくて、インスタでいろいろね、もうメイクとかの、メイクっていうかいろいろ写真をこう、もうめちゃくちゃ見て研究して、もうそのね、写真の通りのメイクを再現してみようと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速メイクしていきましょう。はい、こちらのカラコンを入れていきたいと思います。めっちゃ久しぶりにカラコン入れるけん、ちょっとね、怖かった。こんな感じの薄いグレーっぽい感じのグレージュみたいな、ほら涙出てきた。ベースメイクが完成した後にこちらを塗っていきます。こちらは肌をすごいツヤツヤに見せてくれて、すごい立体感のあるお肌に見せてくれます。おなじみのこちらで眉毛を描いていきます。てりちゃんの眉毛は細すぎず太すぎず、なんかちょうどいい太さで平行、めちゃくちゃナチュラルな眉毛してます。次はアイブロウマスカラをしていきます。ふんわりとしたナチュラルな眉毛にしていきます。こちらのチークを大きめのブラシで頬全体に薄く塗っていきます。次にこちらのチークを頬骨のところにのせていきます。細めのブラシを使うと塗りやすいです。次にこちらのアイシャドウを指でアイホール全体にのせていきます。あと細めのブラシで涙袋にものせていきます。先ほど使ったチークをアイシャドウとして使っていきます。こちら指で二重幅のところに入れていきます。涙袋にも塗っていきます。真ん中のゴールドのカラーを使っていきます。目頭部分とまぶたの中心にだけのせていきます。中心にのせることによって立体感が出ます。次にこちらの濃いカラーを締めに、目の際と下の目尻に細く入れていきます。アイシャドウまでがこんな感じです。てりちゃんはめちゃくちゃまつげが長いので、いつもよりしっかりめにビューラーをしていきます。マスカラ用下地を上と下のまつげに塗ります。次にマスカラをたっぷりと塗っていきます。アイラインを引いていきます。まつげの間をしっかりと埋めます。今回は石灰ラインも引いていきたいと思います。あとは目尻を引くだけです。アイメイクはこんな感じです。先ほど使ったアイブロウで涙袋に影を入れていきます。細めのブラシでぼかすと自然になります。おなじみのこちらを使ってノーズシャドウとハイライトを入れていきます。リップはオーバー目に塗っていきます。なんかタラコって感じになった。最後にグロスを塗っていきます。こちらは中心部分にだけ塗ります。パカッ。はい、メイク完成しました。髪の毛はまあいつも通り私内巻きにしててって感じ。前髪はちょっと分けて薄くしてます。てりちゃん風メイクのポイント的なものは、なんかオレンジ、その私の見た写真っていうか、よく見る写真とかが結構オレンジのチークだったり、オレンジのアイシャドウだったり、あとゴールドのラメ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 って感じだったり、なんかそういう感じが多いので、今回はですね、それを再現してみました。あとまつげとかもすごい、もう綺麗にバサバサで、もうね、あのまつげどうやったらああいう風になるんだろうと思うぐらい、付け合わせてるのかな、もしかしたら。なんか目尻とかも結構まつげがフワーンってなってたから、もしかしたら付け間とか目尻にしてるのかもしれない。はい、ちょっとね、そこまで再現しきれんかったね。とにかくなんかまつげはいつもよりこう伸びるようにこう頑張ってみたけど、どうかな。まあそんな感じでね、ちょっと私もね、いつもとまた違う色味でね、メイクしてみたんですけど、皆さんどうですかね。はい、よかったらコメントで感想待ってます。ちょっと私にしては濃いですよね。まずカラコン入れることがないから、その時点で濃いのかな。はい、でも自分でもすごい新鮮な顔です。うん、なんか新鮮な顔、目がグンって感じ。石灰ラインとかも引くことないので、
うん、すごい新鮮ですね。自分でもこの動画が良かったよとか思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。